2年連続の優勝はならなかったものの2位と奮闘した阪神、岡田監督が退任し、若い藤川球児新監督に前乗しました。藤川監督は、実力のないベテランはいらないと容赦のないコメントをしています。その一方で、日本シリーズ第3戦で6回の登板中に東克樹投手が指笛を止めるよう球審にアピールしましたが、藤川監督は、選手が勇気を振り絞って言ったが、選手からではなく会社や監督から言ってあげる方がいいかなと、選手を思いやる姿勢を見せました。新しい風が吹きそうですね。そんな藤川監督に代わって、阪神でも選手の起用や序列が変わってきそうですが、阪神の中で評価が爆上がりしそうな選手5人を検証していきます。1人目、小畑龍平。延岡学園出身で走攻守揃った大型のショートとして活躍し、2018年ドラフト2位で阪神に入団。入団1年目の2019年は2軍での体作りに専念。そして入団2年目の2020年にはプロ1軍デビューを果たし期待されましたが、なかなか芽が出ませんでした。そんな中、2023年に岡田彰布氏が監督に就任すると、木浪と小畑にショートのスタメンの座を争わせることを明言。小畑は一定の活躍を見せましたが、それ以上に木浪が恐怖の8番打者として活躍し、スタメンに定着。チームも38年ぶりに日本一に輝きました。今季も活躍を予想された木浪でしたが、恐怖の8番打者と呼ばれた木浪の姿はなく、小畑と木浪のショート争いが過熱することになりました。来季も激しいショート争いになりそうですが、藤川新監督に代わったことで小畑の起用が増えそうです。藤川新監督は以前、ショートの起用について、打撃、守備のどちらの面でも小畑を推すと語っていました。ライバルの木浪については、社会人は完成品であるべきで、今後の成長はあまり期待できない旨を話しています。実際、2023年はチャンスメーカーにもポイントゲッターにもなり、打線を牽引。当時巨人の監督であった原辰徳氏も、1、2、8番にやられたとコメント。1、2番はともかく、8番にやられたと感じるほど強烈なインパクトを残しましたが、今季は打率が低迷、元の木浪に戻ってしまいました。対する小畑は怪我に泣かされましたが、7月の月間打率は3割7分2厘を記録。フェニックスリーグでは10月21日に豪快なライトへの本塁打を放ち、着実な成長を見せ、来季開幕1軍に向けて猛アピールをしています。藤川新監督の発言やこういった小畑の活躍もあり、来季の小畑の出番が増えそうです。2軍には山田修也や百崎葵がおり、特に山田は打撃、守備の両方で成長が著しく、目が離せません。また10月24日に行われたドラフト会議では、佐野太陽の交渉権を獲得。前評判では守備面を評価されており、打撃力次第では早期の一軍昇格もあり得るかもしれません。今後も激しくなるショート争いに注目です。2人目、山田修也。仙台育英高校出身。1年春からショートのレギュラーを務め、非凡プリを披露。 WBSC U18 ワールドカップの日本代表にも選出されるなど、当時トップクラスの高校球児でした。そんな山田は2023年ドラフト3位で阪神に入団。今季は2軍のみ102試合に出場し、打率2割1分7厘、0本塁打、打点13、盗塁2、OPS548 という高卒1年目にしてはまずまずの成績を残しました。山田は入団当初より藤川新監督から注目されており、自身の YouTube チャンネルで、巨人の坂本勇人選手みたい、プルヒッターだから甲子園にもいいしね、浜風が吹いてるんで、バットへの当て感が素晴らしいと絶賛し、ドラフト後間もない頃から高評価を得ていました。そんな山田ですが、フェニックスリーグに参加中で4割以上の打率を残すなど、存在感が増してきています。また守備面では、ボールを取ってから投げる動作、守備範囲など、どこを取っても素人目にも分かるほど、他選手と比較しても頭一つ抜けているのが分かります。和田二軍監督も、徐々に状態が上がってきている、考え方のレベルも内容もと称賛されています。そこで気になるのが来季のショート争いです。小畑龍平、木浪聖也が筆頭になってくると予想されますが、山田も力をつけてきており、
春季キャンプオープン戦での状況次第では山田が選出される可能性は十分あると予想されます。またフェニックスリーグで山田はセカンドの守備につきました。今季成績を落とした中野拓夢に負けない守備力を持っており、中野もうかうかしていられない状況になってきているのかもしれません。来季の成長に期待です。3人目、椎葉剛。社会人野球を経験後、2023年に徳島インディゴソックスに入団。入団後はウェイトトレーニングを徹底、みるみるうちに球速が伸び、最速159キロを記録し、荒削りながら素材の良さが期待され、2023年ドラフト2位で阪神に入団しました。1年目からの活躍が期待されましたが、自慢のストレートが全く走らず、平均140キロ台を出すのがやっとで、球威がないストレートを痛打される場面が多く見られました。ネックだった制球力も改善されず、1軍昇格は果たせませんでした。最終的に今季は2軍で計23登板、防御率 4.45 と結果を残せませんでした。シーズン終了後、藤川新監督が就任、早速椎葉の指導に取り組んでいます。10月25日には共通の趣味である釣りを例に身振り手振りを交えて直接指導。指導後、藤川新監督は、課題は見えたし改善できるなと思いましたねと剛腕復活への期待を見せました。椎葉自身も直接指導されたことで、下から連動して腕が気持ちよく触れると腑に落ちた感覚があったようです。来季に向けて動き出している椎葉ですが、起用法に少し変化がありました。ほとんどが1イニングのみの中継ぎ起用でしたが、シーズン終盤は先発またはロングリリーフでの起用をされています。首脳陣は先発起用も視野に入れ調整させているのかもしれません。また台湾で開催されるアジアウィンターベースボールリーグへの派遣も決定しており、成長が期待されます。実は椎葉は幼少期からの大の阪神ファンで、憧れの選手は藤川新監督と明言しています。そんな憧れの監督の下で才能を開花させることはできるのでしょうか。来季の活躍に期待です。4人目、いつぼひなせ。関東第一高校出身、公式戦で一度しか三振をしたことのない驚異のミート力に加え、高校通算32本塁打のパンチ力を持っています。また走っては50メートル6秒ちょうどの俊足、投げては遠投101メートルの強肩、走攻守が揃った高校生外野手と評価を受け、2022年ドラフト3位で阪神に入団しました。入団2年目となる今季は105試合に出場。昨シーズンから成績を伸ばし、打率2割7分5厘、2本塁打、打点28を記録。昨シーズンは夏以降大きく成績を落としましたが、今季は後半戦も大崩れすることなく著しい成長を見せています。またいつもの特徴といえばバッティングスタイルです。軸足に体重を乗せ、グリップエンドを顔の横付近まで上げて、バットを上下に動かす独特なスタイルをとっています。そのフォームについて藤川新監督は、ドラフト獲得時に打ち方が良く、フォームを直す必要がないと評価しています。現在は構えて打ちに行くときに、準備動作としてバットのグリップを上下に振るアクションであるヒッチをやめたり、足を少し引き上げるフォームにするなど微調整は重ねていますが、高校時代からは大きな変わりはなく、独特なフォームを貫いています。いつもの来季ですが、大きく調子を落とさなければ一軍昇格は十分にあり得るでしょう。この秋は山田修也同様フェニックスリーグに参加し、10月7日の巨人戦では同点打を放ちました。まずは藤川新監督から打ち方がいいと言われたフォームを貫き、一軍昇格を目指します。5人目、茨城秀俊。帝京長岡高校出身、甲子園出場経験はありませんが、入学時最速130キロだったストレートが147キロまで伸びたことでドラフトの目に留まり、2022年ドラフト4位で阪神に入団しました。高校卒1年目の投手に結果を求めるのは酷かもしれませんが、1年目は12試合に登板し、3勝3敗と勝利こそ挙げているものの、防御率は 6.57 とプロの洗礼に合います。しかし腐らずに、高校時代からの課題とされていたメンタルの強化とフォームの改良に取り組みます。
結果2年目となる今季は22試合に登板し1年間を投げ切ると7勝4敗、防御率 3.64 と成績は大幅に向上。さらに9月19日の工夫早手戦で108球を投じ9回3失点と見事な完投劇を披露するなど、完投型の先発投手を目指している茨城にとって飛躍の年となりました。成長を見せる茨城について藤川新監督は、スカウト一押しの選手、阪神が最も育成を得意としているタイプと評しており、実際1年間で著しい成長を見せています。茨城は入団当初、藤川新監督に対して、自分もああいうストレートを投げて三振を取りたい、話を聞いてみたいと憧れの視線を向けています。藤川新監督が就任した今、テコ入れされることで化学反応を起こし、茨城の覚醒が期待されます。同期入団の門別圭斗には一歩先を越されており、まずは門別に肩を並べ一軍デビューを目指します。また2024年ドラフトでは弟の茨城優太がロッテから育成2位で指名を受けており、将来的には兄弟での投げ合いも見てみたいですね。藤川監督に代わって若い選手が躍動しそうでとても楽しみです。あなたが期待する選手は誰ですか？ぜひともコメント欄で教えてください。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も動画を最後まで見てくれてありがとうございました。また次も面白い動画を投稿しますので、チャンネル登録をしてお待ちくださいね。